こんにちは、小笠原です。今回はですね、塩化銅水溶液の電気分解を見てみたいと思います。塩化銅水溶液、これ青い溶液なんですけれど、これに炭素電極ですね、黒鉛の電極を用意しました。そして外部の電源装置を持ってきました。で、直流電圧をかけてあげる。そうすると何が起こるか。こんな実験をやってみたので、まずは動画の方をご覧ください。はい、ではですね、今日は塩化銅水溶液の電気分解をやってみたいと思います。塩化銅なんですけど、 CuCl2、2H2O になっていて、この青い粉末になってますね。これをちょっとだけ溶かしましょう。はい、水を加えます。はい、溶けますと、銅を含んでますので青い溶液になります。で、これは有機管の方に入れてみましょう。電極ですね、黒鉛電極を使いたいと思います。黒い方が負極につないで、黒い方がこれが陰極になります。そして、プラスの極、正極につながっている、こちらの黒鉛の方が正極になります。右側が陽極ですね、左側が陰極になってます。では電圧の方をかけてみたいと思います。よいしょ。じゃあ少しずつかけてきますね。電圧今6ボルトほど電圧をかけてみました。分かりますかね。右側の方から泡が出始めました。そして左側の方ですけど、下の方が赤くなってきました。陽極側で気体の発生が見られます。そして陰極側は、そこの方に赤い金属がついてきました。今電圧は10ボルトかけてます。直流電圧で10ボルトかけてます。塩化銅水溶液の電気分解ですけれども、陽極側は気体が発生しております。そして陰極側には銅色の金属が付着してきましたね。そして、画面では伝わらないんですけれども、プールの匂いがしてきました。こちらの方が塩素ガスになります。ではこれちょっと取り出して電極の方を見てみましょう。そうしますと、こんなふうに先の方に銅がついているのがわかると思います。はい、では見られた現象なんですけれども、この外部の正極とつながっている陽極側では刺激臭のある気体が発生しました。こちらの方で気体の泡が出てましたね。泡が出てました。それに対して陰極、負極とつながっている、こちらの陰極側の方は、この赤い金属の方が、特に末端の方ですね、こちらの方に析出してきました。こんな現象が見られたわけです。これは何かって言いますと、刺激臭のある気体っていうのは塩素ガスのことになります。それから赤い金属っていうのは銅になります。塩化銅の水溶液に電圧をかけることによって、この銅と塩素ガスが出てきたので、これを電気分解ということになりますね。電圧は10ボルトぐらいかけてました。で、電池、外部電源の方からいきますと、電子の流れはこんなふうに流れてて、負極から電子が出てきて、負極に電子が戻っていくことになります。ですので、電池もしくは外部電源の負極は、酸化反応なんですね。正極には電子が戻ってきますので、こちらは還元反応になります。
そして電子を出す側はこちらの陽極になりますから、陽極が、こちらと一緒ですね、極と同じになりますので酸化反応に。そして陰極の方は電子が流れ込んできますので、この正極と同じ状態になります。還元反応になります。そして覚えておいてほしいことは、電池もなんですけれどもね、電気分解もそうですけど、この電子の流れを伴います。電子を出したり受け取ったりしますので、いずれも酸化還元反応になります。こんなことが言えるわけです。でこちらのですね、陽極側と陰極側の式も確認しておきますと、陽極が、電子が、塩素ガスが出てきたんですけど、もともとは Cl マイナスです。2倍の Cl マイナスから Cl2 ができて、2E マイナスができる。まあ、こんな反応が起きたわけですね。そして陰極側、銅が析出して、できましたけれども、ここに銅イオンがあります。銅イオンが電子をもらって金属の銅が析出してきたと、まあ、こんな反応が起こったわけです。最後にですね、この電子と電気分解混ざりやすいところをちょっと確認しておきたいと思います。まあ、プラスマイナスでいうところのですね、電池のプラスマイナスがあります。それに対してプラス極とつながっている方を陽極と言います。電気分解の場合には陽極、電池の場合には正極ですね。電池の場合にマイナスは負極でしたけれども、負極とつながっている方は陰極と言います。電池の場合は負極、電気分解の場合は陰極と言います。そして起こる反応もちょっと逆の反応になっています。正極が還元反応、陽極が酸化反応になります。負極が酸化反応、陰極は還元反応になりますので、まあ、電池、電気分解割と同じ時期に勉強することが多いと思うんですけれども、電池の場合は正極、負極、電気分解の場合には陽極、陰極と使い分けますので、間違えないようにしましょう。